今なんかウクライナとロシアの問題とかあって、で日本もなんかすごいメディアとかなんかとなんかアメリカ寄りになっていってるっていうことにすごいあのなんか危ないなと思って、それで今そのさっきその実際街に立ってそのチラシとか配ってボランティアとしてチラシとか配ってたんですけど、私は今高校3年生なんですけど、その同世代の今まさにその選挙権を持とうとする人たちがほとんど受け取ってくれないっていうか、こちらをこうあんまりこうちらりと見ようとしないような感じがあって、でそれ でそういう人たちが主体の社会になっていったときに、そのこうアメリカなんか日本のなんか政治のこう根底にあると思われるこうアメリカへのこう癒着とかそういうのがどんどんこうなんか深くなっていくんじゃないかなと思って、なんかその日本のこう なんか原型をとどめるというか、なんか日本をこう日本たるものとしてあるために、そのアメリカへのこうなんかこういう属国っていうか、アメリカの属国っていうことをこう脱しなきゃいけないと思うんですけど、そういう人たち、そういうその政治に興味ない人たちがなんか主体となっていく可能性の高いこう社会の中で、どうやってその属国をアメリカへの属国っていうのをその出していこうと、その令和新選組はその前に立ってみんなの前に立つ側としてどういうふうにお考えなのか聞きたいです。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんからいただいたご質問に対して山本がお答えをするという取り組みです。高校3年生の方からご質問いただきました。おそらく属国って言葉5回ぐらい使いましたかなかなか聞かない言葉だと思います。おそらく同年代からは。ありがとうございます。日本は独立国なのかってことなんですけど、独立国なんですけど表見にはでも残念ながらまだ植民地なんですね。間接的に植民地支配され続けている国が日本です。どうしてかって言ったら、やっぱり出そうおじい様のやつ、日本は戦争が終わった後アメリカに侵略ですねアメリカにですね、ずっと、例えばですけど居座られてるってことですね。1951年の旧安保、そしてその翌年の日米の行政協定っていう2つのルールがあったんですけど、これが1960年に新安保というものになり、そして1960年には日米地位協定に変わった。1951年の旧安保条約が60年には新安保条約に、そして日米行政協定が日米地位協定に変わったってことなんですね。でこれをやったのは誰かって言ったら、安倍様のおじい様なんですよ。安倍晋三さんのおじい様だから、これまで日本に対して占領してきたというものに関して変えていくというような振り込みだったんですけど、実は違うかったんです。占領をより強化するような内容になっちゃってたってこと。はい、そうですね、日本を売り飛ばした一人です。ごめんなさいね、こんな言葉使って。残念ながらそういうことなんです。でだからこそアメリカが望めば日本のどこにでも米軍基地は作れます。それどころか日本の上空、これ誰がハンドリングしてるかって言ったら日本じゃないんですよね、米軍です。出ますかね。ありがとうございます。例えばですけれども、もう皆さんご存知のことと思います。日本の航空管制という部分において横田ラプコンってものがあります。東京、栃木、群馬、埼玉、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡、福島、広大な空域の航空管制は横田基地で行われている。アメリカにグリップされてるんですよ。おかしくない？日本の空は日本のものではない、アメリカが支配しているってことなんですね。高い山脈があるんです。羽田空港を離陸してすぐに急上昇を始める飛行機、どうしてこんな急上昇なのかってったら、この山脈の間を抜けていかなきゃいけないから急上昇なんだっていう話なんですね。まあ、このような、連続的な地位協定未だに結んでいるのは日本だけだと。ドイツとイタリア両国は冷戦後補足地位協定として第二次大戦後の占領時代からある米軍基地の管理権と制空権を全面的に回復したりとか、訓練を含む米軍のすべての行動はドイツとイタリア政府の主権下に統制される許可制であると。日本はどうですかって言ったら、もう勝手にできるんですよ。一般的にはそんな低空飛行できませんよってとこでも米軍なら OK みたいな。逆に言ったらアメリカ国内でできない訓練を日本国内で行えるって、これおかしくない？いや日本でもダメだろそれって。
日本のルールで言ったらもともとダメなんだから、いやでも米軍だから OK なんですって話にされちゃってるってことですよ。つまりはこういう国のことを何と呼ぶかっつったら、当然植民地なんです。植民地、米軍族、米軍人、悪いことしたとしてもそれを裁けなかったりとか、米軍が望めばどこにでも基地を作れたりとか。北方領土帰ってこない理由なんだと思います？プーチンさんの話ありますか？北方領土帰ってこない理由は何かって言ったら、だって北方領土返しちゃったらお前その北方領土に米軍が基地置いたらどうするんだって話なんです。お前ら断られないだろって。米軍がそこに基地作るって言ったらお前ら断れるわけ？そこに米軍基地作られたら困るのは俺たちだよなってことで、ロシアは返さないわけですよ。米軍基地置かれなかったとしても、お前ら訓練空域とかいろんなものを広げていったとしたら俺たちにとって脅威じゃないかよって。そんなお前たちに対してそれ渡せないわなっていうのがロシア側の考え方です。2018年11月14日、北方領土交渉をめぐってロシア側が北方領土を日本に引き渡した場合、アメリカ軍の基地を置かないことをプーチン大統領、日米の首脳の間で公式に合意するよう求めていることが分かりましたとニュースになったんですね。領土返してほしいって話は分かったんだけど、大丈夫なん自分らってアメリカにちゃんと言えるっていうこと言われてるんです。だから分かってないの日本人だけなんですよ。日本人の中に分かってらっしゃる方いらっしゃるけど、日本国内においてのことをわざわざ他国の人たちに許可を得なきゃいけない、そういう関係性なんです。これ独立国とは呼びません。残念ながら間接的にこれは支配され続けていると。でこれに対してアメリカいい加減にしろじゃないんですよ。はっきり言っちゃうとアメリカいい加減にしろじゃないんですよ。日本人いい加減にしろなんですよ。日本の官僚いい加減にしろ、日本の政治家いい加減にしろなんです。ビジネスマンで考えてみてくださいよ。やり取りするときに自分たちの最大の利益を求めて交渉しようとするじゃないですか。アメリカ側も同じです。それに対してごめんなさい、さすがにそれでは厳しいですねっていうやり取りで向こう側の要求を 100% は受け入れずに、できればウィンウィンになるようなやり取りをするのがビジネスでしょ。でもそうじゃないんですよ。投げられたものに対してかしこまりましたなんですよ。だからこんな状態がずっと継続されてるっていう、そんなものは独立国じゃないんですよ。もうただの隷属なんですよ。ただの植民地属国なんですよ。いい加減にしろって思いません？もう悔しいんですよこんなこと。これをやるためにはやっぱり覚悟が必要なんです、政治家にも、で官僚にも。でも逆に言ったら政権を取った政治家たちがしっかりと方向性を示せば、これは官僚も一定それついていかなきゃいけないんですよ。だって行政府の長が大統領って誰やねん。行政府の長が総理大臣ですから、その行政マンのトップなわけだから、方向性を示されたらそう向かうように努力するっていうようなことはやらなきゃいけないわけですね、官僚たちも。けれどもそこで裏切りが過去あったってことをちょっとお話しさせてください。鳩山さんの件、鳩山由紀夫さんって覚えてます？皆さん民主党にいらっしゃった方で、あの宇宙人ねとか変わったやつだろっていうイメージがあるかもしれないんですけど、マスコミがかなり違うイメージを皆さんに振りまいてるってことをここでお知らせしたいと思います。何かと言いますと、最低でも県外、沖縄県の基地を最低でも県外に動かしますってことを約束したんですが、結局それがダメだったってことなんですね。なんだよあいつ約束散々しててさ、結局動かせなかったのかよ、どうしようもねえな本当民主党も鳩山もって話にされちゃったんですけど、それには裏があったって話をしたいと思います。何か、2010年、鳩山由紀夫当時首相が米軍の普天間飛行場の県外移設を断念する材料判断となった政府の内部文書、これを新聞社が入手した。最低でも県外だって言ってたのに、あやっぱり無理かってなった文書を入手したってことですね。はい、判断材料、米軍の基準としてヘリコプター部隊と訓練場との距離を65海里、約120キロ、120キロ以内と明示しているが、在日米軍司令部は、新聞社の取材に対してそのような基準はないとした。何のことか分かります？最低でも県外、普天間の基地を徳之島に移すぞみたいな動きが当時あったんですよ。最低でも県外で、あとちょっとで動くっていうことになってたのに、実は総理こういう文書が出てきましてっていうことを官僚からやられた。
内容を見てみたら何かって言ったら、その動かすとしていたものに米軍の基準がもともとあって、ヘリコプター部隊と訓練所との距離が120キロ以上空いちゃダメだよ、120キロ以内だからねっていう文章が出てきたんです。つまりは最低でも圏外 NG ですってことで断念せざるを得なかった。で、後々その文書に関して在日米軍に対してこんな文書あったんですかって話を聞いたら、いやそんなものないよって、そんな基準ありませんって。つまり何かって言ったら官僚に引っ掛けられたんですよ。官僚に潰された、そういう裏があったってことです。だから総理大臣という存在になったとしても、そのアメリカ側についた方が得できるとか、どうせこんな総理大臣いつか倒れるんだろ、早々倒れるんだから今こいつらに忖度するよりも、この後もずっと支配的な関係性でいてくれるアメリカ側に加担した方が自分にとっては得だわねっていう判断をしたってことですよね。むちゃくちゃですよ、こうなったら。じゃあもうこんなことやられるんだったら無理じゃないかって思っちゃうかもしれないんですけど、これを本当にやらそうと思ったら、それはもう有権者の覚悟なんですよ。それをやらせるという気持ちがあるかどうか、それがその気持ちを続けられるかってこと。マスコミ使ったりいろんなキャンペーン貼られるわけですよね。で、あいつはダメだ、あいつはもうゴミだみたいなことをずっと叩かれてる中で、いやとにかくお前頑張れと、こういうことがあったとしてもお前頑張れっていうことを応援できるかってこと。有権者として自分がこの国のオーナーとしてその店長に対して権限を渡したことに関していろんな邪魔するような情報が入ったとしても、そこを最後まで貫かせる仕事をさせるという決意を有権者が持てるかどうかって話ですよね。だから政治家の意思の問題もありますけど、一番問われるのはこの国のオーナーの意思なんですよね。逆に言ったら鳩山さん、この時テレビで会見したらよかったのにね。実はですね、こういう文書が出てまいりましてっていう会見をやるって言ったら、もう官僚もビビって、いやそれはっていう話になってたかもしれないですね。逆に言ったら、つまり何かって言ったら、自分の身を守るためには、その思ってることを実行するためには徹底した情報公開ってものが必要だったんじゃないかと。逆に言ったら、それをやることによって自分がやろうとすることが守られた可能性はあるなと、非常に勉強になる、そういう一つの例だと思います。はい。なので先ほど、対米従属といいますか、日本はアメリカの属国であってというお話、確かにその通りですけれども、その責任がアメリカにあるのかって言ったら、私はアメリカに求めちゃいけないと思う。逆に言ったら、この日本国内、日本国内の政治家であったり官僚であったり、この国のオーナーである有権者の意思一つなんだ、そこに対してしっかりと気持ちを持っているかどうか、それが一番なんだろうと。